小崎チャンネル。じょっ。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、まあ、よく話題に上りますけども、はい、ピッチャーのシュート回転はなぜダメなのかっていう、はい、よくなんか、あ、シュート回転して甘く入ってるからダメですよね、はい、ちょっとストレートがシュート回転してますよねってよく聞くじゃないですか。なんか耳にはする気がしますけど、うん、ダメなんですか？ダメです。明確な理由があるんです、はい、だって最近ツーシームとか、はい、フロントドアとか、はい、バックドアとか、うん、シュートそらするやつあるじゃん、はい、でもシュート回転したらダメ、はい、ダメなんですか、うん、でそれはなんでかっていうと、はい、ね、こうボールありますけども、はい、一つまず問題として、はい、意図したシュート回転なのか意図しなかったシュート回転なのかです、はい、だからフロントドア、バックドア、ツーシーム、シュートっていうのは意図したシュート回転ですね。そうですね、解説者とかよく言う、うんうん、あ、ダメですねこのシュート回転っていうのは、はい、意図しなかったシュート回転なんですよ。なっちゃったっていう、そうそうそう、だからそこにシュートさせようと思って投げてシュートしてるやつはいいんですよ、はい、でもまっすぐフォーシーム投げようと思ってんのに、うん、シュート回転してるやつはダメなんですよ。ってことは投げようと思ってないのにシュート回転しちゃうとそのシュート回転っていうのはなんかこう甘い感じになるんですか？そうそう、まずですね、はい、意図したシュート回転っていうのは、はい、まあ、握りいろいろありますけども、はい、最後の最後まで指いきますね、はい、最後の最後まで、でこう右だったらどう回るんですか？だからこうこうですよね。要は意図したっていうのは自分の力が最後まで伝わってるから、うん、威力が落ちないで曲がっていくわけですよね。でも意図しなかったっていうのは、はい、最後まで指をかからない、もしくは体が開いて本当は最後行きたいのに行けなくて抜けるからボールが手元でめっちゃ遅いんですよ。回転数かかってないんで、はい、でしかも最後まで指かかってないから威力も弱いんですよ。キレも悪いってことなんですか？悪い。だからバッターにとったら打ちやすいからダメやってことなんですよ。へー。だから最後まで指かかってる、最後まで意図してるってことは最後まで力が落ちないんですよ、はい、でしっかり体重も乗って指先の力も乗ってボールにもその力が乗って最後までピッていく、はい、だからバッターは詰まったりとかその球速差に差し込まれて打ち取られるツーシームシュート系になるわけです、うん、バッターにとったら脅威ですよ。でも指に最後までかかってないってことは推進力もないから曲がりも速いんですよ、はい、曲がりも速いからバッターからしたらよくまず見える、威力も半減してるから、はい、そっから切れ込んでくるのも遅い、へーっていうのがなっていいシュートとなったダメなシュートの一番の違いなんですよ。じゃあそういうゆっくり来てこうもう余裕って捉えられた球っていうのが、うん、甘くシュート回転しちゃった球あるわけですね。そうそうそう、だからいや別にシュートしてもいいんでって言ってる人は、はい、意図してしてんだったらいいよと、意図しないシュートをいいよって言ってるのはただ自分の技術不足を言い訳にしてるだけで、へー、だよくマー君とかね、はい、ツーシームとかするじゃないですか、うん、あと黒田さんとか、はい、あれはもうさせようと思ってしてるから、はい、半減しないのよ力が、だからもうキュッてくるわけですね。そう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 、うん、だからフォークボールとかも、はい、高めに浮いちゃうと、はい、ホームラン打たれたり長打になるって言うじゃないですか、はい、言います。あれもね、うん、なぜダメなのかっていうとそこに投げようと思ってないんだよね。そこのストライクゾーンに、うん、マー君とかでもよくあるじゃん、ストライクゾーンにツーシームとか、はい、うん、他のピッチャーでもストライクゾーンにフォークツーシーム投げるってもう打たれないというじゃん、はい、うん、あれはそこに投げようと思って投げてるから、だからめちゃくちゃいい威力のままそこに行ってるってことですね。そう、ストライクゾーンに投げようと思ってスプリットフォークを投げてるから、うん、威力が半減しない、うん、スピードも落ち具合も半減しないで狙ったところに投げてるから、うん、甘くても打たれない、うん、へえ。でも抜けて打たれたホームランになるっていうのは、うん、ワンバン投げようと思ってたやつが抜けすぎちゃって、うん、意図しない軌道で高めに行くから力伝わってないんだよ、うんうん、だからスーッてくんの、だからはいありがとうございますってドーンって打たれる、めっちゃ遅く見えるってことですか？そう、で変化もしないし、はい、だからこのフォークの打たれるの打たれないのも、うん、甘いとか甘くないも、まあ、もちろんあるけども、はい、狙って甘く投げてるのか狙わないで甘くいってるのかで、はい、結局さっきの狙ってシュートか、うん、狙ってシュートじゃないかと一緒なの。この違いが分かるようになってくるとプロです。だってやっぱ見ても分かるもんですか？分かる、フォームで。ああそうですか、うん、フォームが崩れてるってこと？やっぱこうちょっと若干開き気味に入ったりするから、あちょっとリリースポイントがいつもより手前になったりするから抜けすぎるから、はい、うん、もっともうちょっと前なのにっていう、はい、うん、あとは意識の違いでちょっと突っ込みすぎて手が浮いたとか、うん、素人からするとそんなまあ抜けたりとか甘くなったとしてもそれでも百何十キロ出るわけじゃないですか、うん、だから私としてはもう全然わかんないんですもん、ど素人なんで、うん、でバッターはどのぐらいでわかるもんなんですか？フォームもあるし投げた瞬間、瞬間にわかる。あとはもう来ないから、普通だったらああ差し込まれてるのに、ああ差し込まれないで普通に打てましたみたいな。でも
来ると思ったら来ないから、もともと差し込まれてるパターンもあるからね。でもしくはストレートを反対方向に打とうと思ってたからポイント近めに寄ってるから、はい、この分のまだ余白で打てるから、はい、この分の余白に入る部分だったら遅くても打てるじゃんね。あ、そっか。だからカットスライダーにしても、うん、最後までかかってるやつっていうのは甘くてもキュッていくから詰まるんだけど、うん、かかってないやつっていうとスーってくるんだよ、はい、だから打たれるんだよ。だこの最後までかかってるかどうか、意図した変化なのか意図しなかった変化なの か, だかここを見極めないから結局、いや別にツーシームとかフロントドアとかあるんやからシュートしたっていいやって言い出すのよ、はい、そうじゃないのよ意図したかしてないかで全然球の質が違う。こっちは意図したからって打たれないとは限らないし、はい、そうですね、意図しなかったからって絶対打たれるわけでもない、はい、だここもまた問題なんだけど、じゃあ結果良かったらいいじゃんって言うけども、はい、その投球内容を見てるっていう。そうですね、そうそう、結構やっぱピッチャーって甘くなっちゃったりっていうのは、まあ、解説の方が今の甘く入りましたねとか言うのしか分からないですけど、うんうんうん、1打席の中でも結構ピッチャーって甘くなっちゃうことっていうのはやっぱ多いんですか。まあでも人による打てる球っていうのは、はい、1軍のもうローテーションの上級者レベルで言うと、はいはい、まあ1打席1球歩かないからね。あ、そうなんだ。もう1球もない時もある。そんな少ないんですね。少ない。だから一つをファールにしたらもうその打席、まあ、なかなか長打打てないよね、うまさで単打ぐらいかなみたいな。へえ。だから3割なんだよ一流は。でも2軍に行くと何球も来る、甘い球がびっくりするぐらいだからバンバン打てるわけですね。そうそうそう、その1軍の選手が行くとね、はい、だからそこでも打てなかったらその1軍じゃ無理よってなる。あ、そういうことですか。そんな2軍でバンバン甘い球ばっかり来るのに、はい、で2軍の選手が2軍で抑えられてても1軍で抑えられないのは、うん、そんな甘い球ばっかり投げてたら1軍は抑えられませんよっていう。そっか、甘い球の確率みたいなものもあるっていうことですね。そうそうそう、俺だから1回故障で2軍行って2008年か、はい、で復帰戦で初球スライダーかなんかど真ん中来て、うわーど真ん中に見逃してもだーと思ったらもう一回同じ軌道できたからね、はい、もう一回来たと思って、はい、で打ってホームラン、それっていうのは甘くなっちゃったか同じ軌道の。そう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 、だからもう2軍っていうのはもう甘い球が何球も来る1打席に、はい、でも1軍っていうのはもう本当に1球あるかないか。だからそれを聞くとやっぱり2軍で3割打ててないと1軍では出られないっていうのはよく分かりますね。そう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 、うん、だからもうマー君とかダルビッシュクラスになると、はい、もう1試合に1球歩かないか、うん、あ、そんなに。だからボール先行してほしいのよ、はい、そしたらその1球が来やすくなるからね、うん、ストライク先行すると来にくくなるんだよ、 それ1球が、うん、だからもう打つ球なかったなっていう打席もあるよね、もちろん。へー、面白い。だからそういったところもあるから、うん、やっぱり狙って投げていかないとっていうのはあるよね、うん、そうですね、うん、それはもう何球も甘いとこ投げてたら、うん、それは打たれますよっていう、はい、で甘いとこ投げるんだったら緩急で、うん、とかその変化で甘くても打ち取るようにしなきゃいけないから、うん、そ意図して投げていかないと、はい、結局全部が緩んじゃうとバッターには全部バレちゃいますよっていう。野球って大変ですね、やりたいんですねっていう、ちょっとざっくりしますけど。でもこういうふうにね、はい、ファンの皆さんも野球見とくとね、はい、これがいいシュートなのか、ダメなシュートなのか、あ、それでもいいフォーク、スプリットなのか、ダメなのか、はい、いいカット、いいスライダーなのか、ダメなカット、スライダーなのかが、はい、分かってきたら、うん、もっと面白くなるから。いやー、そうですね、うん、でもそのシュートしちゃったっていう、そのシュート範囲がダメっていう理由はよく分かりました。だからこれでね、うん、はい、映像が使えれば、はい、俺はこれがいいシュートでいい、ダメなシュートなんですよ、違いはここなんですよとかってできるのよ、はい。ただ投げられないんですか、自分で。いいシュートが投げられないダメなやつは投げれるよ。そうですか。いい方が投げられない。そうですね皆さんね、そういうとこ見てね、はい、野球楽しんでもらいたいです ね、 そうですね。あとはね、その今野球してる、ね、子供たちとか指導者の皆さんは、はい、そういうのを意識して教えたりね、ピッチングするとね、さら、うん、に良くなるんで気をつけてもらいたいですね。はい。ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です